今朝の到着しました飛行機は中国の南方航空627便中国新聞新聞からの航空です。今朝の所要時間は2時間30分飛行距離は1600キロのフライトでした。内戸国内は7時45分に設置する予定です。ソロからはフィンランド航空74便フィンランドヘルシンキ行きの飛行機が離陸中です。フィンランドヘルシンキまでは9時間30分7800キロのフライトです。ジャムと同じ、ソウルへと出ています。